本日司会を務めるのは F.M. ナックファイブアルディジャホットラインパーソナリティの国領ひろこです。よろしくお願いいたします。はじめにクラブを代表して代表取締役社長佐野秀彦より皆様にご挨拶差し上げます。ホームアルディジャベントスのですね新体制発表会ということでえっ、ー、と多くの方にご参加をいただきまして本当にありがとうございます。先日2月1日にですねえっ、ー、と新たなクラブビジョンを発表させていただきました。 えとクラブビジョンは B、えー、ストロング、えー、と大宮のために B、えー、プロフェッショナル、えー、と期待を超えるためにということを発表させていただきました新クラブビジョンの下でですね、えー、と新たなチャレンジといったものを大胆に行って、えー、とクラブの魅力を、まあ、これまで以上に高めて地域とともに 進んでいきたいというコメントもえっと付け加わしていただきましたが、あのまさしくあの今日新体制発表する大宮ディジャベントスはあのその象徴だというふうに我々も考えてえっとこれから取り組んでいきたいというふうに考えております。えっ、ー、とあのチーム発足にえっと当たってですね、えっ、ー、と今日ご紹介をしますけれども佐々木総監督、岡本監督、えっと大野コーチとこのスタッフのもとにですね本当にあの。 魅力のあふれる選手たちが集まってくれました。あのこの期待感ですね、えー。この期待感をですね、えっ、ー、と本日のスタートから、えー、9月の開幕に向けてですね、えっ、ー、といい準備をできればというふに考えております。あのこれまで以上にクラブとして地域に愛され、えー、強くて魅力のあるといったところを あの高めていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ WE リーグ全体をです、ね、盛り上げるということも含めまして、今日ご参加いただいている方々には、あのこれまで以上に近ミーアルディージャー、ベントスをです、ねえー、いろいろと取り上げていただきながら、一緒に盛り上げさせていただければと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 続きましてこの度総監督に就任いたしました佐々木則夫より皆様にご挨拶差し上げます。皆さんこんにちは、えー。トータルアドバイザー兼、えー、総監督を務めさせていただきます佐々木です。えー、ウイリーグをですあーウイリーグにですねまあ参戦するにあたりましてまあ、えー、我がオミアルディージャも 女子のチームベントス本当にこのさいたま市にはですね浦和レッズレディースという非常に強い昨年は優勝したチームがございますしまたチフレさんも長年にわたってですね女子のトップリーグに賛成している中で我々大宮アルディージャもですねやはりさいたま市の中にでもですね大宮の大ファンの少女たちがその子たちが オーミアルディジャに日本を着てピッチに立てるというそういったチームをですね、えー、作るにあたってはやはりそういう子供たちに大人がやはり準備をしなければいけない、まあ、そんなようなところからですねスタートしてここまで来ましたそして今シーズンからですねいよいよウィーリーグに参戦するオーミアルディジャベントスというチームが今日新たな新体制としてスタートしたわけでございます、まあ、何分にも 産声を上げたあベントスでございますので、まあ、これからさまざまなことをです、ね、準備したりやらなければいけないということもあります。まあ、本当に選手たちもです、ね、プレーのみならずです、ね、このクラブそしてベントスの認知を図るそしてさまざまなエンパワーメントにです、ね、チャレンジをするということで意気込んでおります。ぜひ皆様にもです、ねえー、声援をいただきながら精一杯 私も総監督としてですねやってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします続きまして監督に就任いたしました岡本武之より皆様にご挨拶差し上げますえ皆さんこんにちはオーミーアルディア・ベントスの監督をに就任しました岡本ですよろしくお願いいたします、えー、まずはじめに女子サッカーを作るにあたりましてご支援いただきました多くの皆様に感謝申し上げます ありがとうございます12月からチーム編成の方を始めましたが最初は選手が集まるかどうか不安はありましたが今日までに25名の選手が加入してくれました経験のある選手なでしこリーグで実績のある選手新加入選手と非常にいいバランスの選手が整ったと思っております良い競争の中で選手スタッフ一丸となって魅力あるサッカーを 作っていければと思っております引き続きのご支援ご支援よろしくお願いいたします続きましてコーチに就任いたしました大野忍より皆様にご挨拶差し上げますこの度コーチに就任しました大野忍です新しくできた大宮アルディージャベントス新しいスタッフ新しい選手とともに簡単ではないと思いますが結果にこだわりチャレンジしていきたいと思います そのためにも選手たちのサポートをしっかりできるように頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますそれではこれより質疑応答へ移らせていただきますやはりですね、えー、スペクタルなゲームを展開するにあたってはやっぱりそういった実践に経験のある選手実践できる模範ができるそういったところの要素ってすごく大事で、えー、なでしこやってる時にはそれが澤さんだったり 三山さんだったりとか、まあ、そういう経験のある選手が軸になりその周りのですね選手に波及をしそして攻守にアクションする素晴らしいサッカーのもとに世界一になったという経験をしております。ですからそういった経験を持っている選手がですねやはり中堅若手を引っ張っていく、まあ、こういった選手間の中の層でですねやっていくことが岡本監督もですね非常にそれに対して向かっていくにあたって 完成度は高いそして早期に産声を上げたチームですけれどもそれが具現化してチーム一体となってできる、まあ、そういう構想の中で選手には来ていたただきましたまあ頼られるコーチにはなりたいですけど、まあ、選手と一緒にちゃんと戦えるスタッフになりたいなっていうふうに思いますなんか選手だけが戦うのではなくてやっぱ一緒にやっぱピッチには立てないですけど同じ気持ちで 同じ方向に向かって戦えるやっぱスタッフというのも大事かなとうう思うのでそれはすごい意識したいなというふうに思いますえと今まで男子のチームを見ることはあったんですけど、まあ、女子は初めてということですがここ何年か女子の選手ですとかチームを見てくることができましたもうそういった中で男子とは違う形でアプローチをしていくのがいいのかなとは思っています。やはりまあ強く ステオさんも必要ですしやはりどこかでコミュニケーションをしっかりとってというところも必要なのかと思ってますコーチを派遣することによって私も女子チームに関わることができましたまあそういった中でやはり男子とは全然違う環境の中でサッカーを取り組んでいる女子の姿を見てやはりもっとクラブとしてもいろいろ考えなきゃいけない部分もあったりしましたまあそういったところも活かしながら今回チームの強化をできればというふうに思ってますあのベンチには入りません トレーニングには,やはり視察をするということは多くなってくると思いますまが大野コーチや岡本監督とです、ね、やはりコミュニケーションを図りながらそういった経過もです、ね、しっかりと3人プラスコーチたちとです、ね、しっかりとタッグを組みながらです、ね、チームを作っていきたいということはありますけれども、まあ、ベンチに入っているとです、ね、僕はちょっと邪魔かなというところがありますね。 特に大野は嫌がると思うので、まあ、僕はあのベンチ外から上の方から見てます、はい、グラウンドではねあのしっかりと見据えながら、まあ、そのところの中ではアドバイスをしたりとか選手にも声をかけたりとか、まあ、特に大野コーチには指導の仕方については要チェックしたいと思っております、はい、成長させたいんで話をこうしていたところの中であの将来やはり 女子の監督というところを目指していきたいということを、まあえー、心強くです、ねえー、僕に伝わったのでやはり大野選手のです、ね、キャラクターちょっとあの、えー、僕をイメージした中でも非常にこう似てるポジションあの性格的な部分もあるので、まあ、ちょっとズボラなんですけど意外に繊細だとかですねで非常にこう飾らずにですね、まあ 自分がででききなないいいものはできないというそういったどちらかというとタイプ的には僕の性格に似てるかなと、まあ、そして将来は監督になりたいという思いがあるのでなんとかその一助にもなりたいと思いますしやはりそういうふうに成長していくにはまずこういったウィーリーグのまずコーチからスタートしてそしてその中での状況をしっかりと把握しながら、まあ、これからの彼女とのお話にもなりますけども。 まあ何回かは話をしてますけども、まあ、アカデミーの監督をやりそしてステップワークしていって、えー、ぜひウィリーグのオーミア・アルディージャ・ベントスのです、ね、将来は監督になってもらいたい、まあ、そういうような、えー、大野選手、えー、大野コーチの志と僕の思いというものが合致してそして岡本監督にも相談した中で,です、ねえー、決まったということになりまして、まあ、あの彼女もですね 即座に返事をしていただいたただので、まあ、この気持ちを初心の気持ちを忘れずにですね成長していただければと思っております。はい、あの本当にですね WE リーグで女子サッカーのスペクトルなゲームを展開し、まあ、皆さんにあの少女たちも模範になるということももちろん大事ですしまたこのステージがですね盛り上がることによって やはり、えー、さらに少女たちのです、ね、サッカーに対する意欲こういったものもです、ねえー、大きく湧いてくるとも信じておりますしまたあのウィーリーグ自体もです、ね、今、今年はまず11チームということで1チーム残ったーゲームがないチームはとにかく地域の子どもたちとサッカーをやるもしくは社会性の、えー、イベントを行ってです、ね、やはりこうエンパワーメントの力をやはり発揮していくとかですね 本当にこの自分たちはサッカーのみならずやはり地域に対してそして女性の活躍そして社会面のものに対してもですねしっかりと一役をしさらに1人選手一人一人がですね成長するということをですねまあやはり強く志を持ってやっております、まあ、あの契約等々の際にでさまざまな余談な話をですね選手とよくしました。まあ、そんな中でで本当に選手たちがですね さまざまなチャレンジをしていきたいこのクラブを産声を上げたこのクラブをもっともっと認知をさせるんだとかですねあとはもっともっとこういうのをやったらどうですかとかですね非常に前向きにですね選手からそういう発言が来てるんですね。まあ、こういった志は本当に大事にしそしてクラブ他の運営それと営業関係のも含めてですねやっぱり クラブ一体となって選手の思いもそういったところにプラスアルファしてですね女子チームベントスを作っていきたいとそしてそれがやはり地域に少女たちにしっかりと還元できるようなそういった趣のあるですねクラブそして女子チームベントスにしていきたいそれは間違いなくそういうアクションはスタートからしていきたいと思っております。男子は 残念ながら昨年度昨シーズンですね、えー、J215 位ということで、低、え、迷、ー、をしてしまいました、またあの、まあ、コロナの状況も非常に大きく出てしまって、ですね、えー、と観客動員というところでもかなり厳しい状況といったこともありますが、あのぜひ、先ほど佐々木総監督も申し上げましたが、えー、と女子が加わることで、えー、と男女のパワーといったものを、えー、と一致、 団結しながらさら、えー、に地域に根ざした、えー、活動につなげられればというふうに思っております。まあ、そういう意味では、えー、と男子は今シーズン勝負の年だと思っておりますので、えー、J2 の中でもトップを狙えるような今、岩瀬監督を迎えて、えー、と一生懸命キャンプに向けて、えー、キャンプの中でいい準備をしております。まあ、そういうい中で精査たくまして えっと、男女が、えー、強くて魅力あるチームに発展できればと思ってますのでよろしくお願いします。